まずはこちらから。数々のコスチュームで登場してきた高田の姿をご覧ください。来た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 、え、なんで、あ、あれ船船長どうもどうも船長のぬかだのくすけです。ちょっと船の揺れに合わせていろいろ体の調整を楽しい予感がしますね。ニハオニハオ、あなたたちは有名人ですか。もう人生って素晴らしい。こんなに位置してくれないから悪い。これでいい、これくらいでいいんだけど。はい。車を探そうって今日ですね、高田純次さんがもうね、車屋さんでございますから。おじさんどこ行くんですか。はい、目指せアテネです、はい、聞いてません、聞いてません、それ聞いてません。浅すぎますよ、浅すぎますよ。ありがとうございます。スムーズが臭いんですか。あー、また出ちゃったポー、また出ちゃったポー。今あのおじさん覗き込んでました。これまさか冗談じゃないわ、本当に。パッパチュッピチュッピパッポポー、パッパチュッピチュッピパッポポー。ここで愛情度チェック。高田の行動にご注目。美女3人との婚約、しかし高田の姿が。高田のおじさん。この後高田はどんなコスプレで登場したのでしょうか。お仕事いただくのは大変ですね。55にもなって。まあ暖かいからどうぞどうぞ。よろしくお願いします。滞在期で。純ちゃん滑っちゃダメだよ、滑っちゃ。待って。ごめんなさい。出て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 。もういいから早くこっち来いってもら。あれってね、浮いちゃうんですよ。ということで、貝殻のビキニ姿で登場でした。ここで再び VTR 鑑賞。予測不可能な高田の行動をご覧ください。ママのところ行きたい。生きてんね。おいで、おじさんがおっぱいあげるから。あげます。バイ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 。おじさんのバイバイだ。バイバイだじゃーん。おいおい、登った。仕事してるよ。家の解体工事中、天井裏に何かを発見した高田。何があるんだけどね、飛び地玉ではいいんだけどね。それちょっと位置が高すぎるじゃないか。いや、ここにね、ちょっと足かけて。ちょっと高すぎた。なんか寝てる人に。また寝てる。ジャグジー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 、気をつけて入らないとね。あー、気持ちいいなー。汚い。なんだなんだ。ここで愛情度チェック。高田の行動にご注目。これスイッチカメラって一緒にお前も潜るんだよこれ。あ、俺も潜る。そうだよ、ちょっとだけスイッチやって自分で潜って、ね、潜るだけで目開けなきゃダメなんですよ。うわー、ゴスゴス。嬉しそうに風呂に潜った高田、この後どんな行動を取ったのでしょうか。キュートとしてはですね、はい、いや、ここはまあ露天風呂だけど、露天風呂。まあそれ以上言うとね、それ以上言うとね、分かってる。まあ季節はあそこ新潟、冬、新潟か冬です。はい、じゃあ飯島愛さんから。はい、雪でこう元気を覚ました。元気、どこが元気だったんですか。
下半身がそれ雪の中に入れたってことですか。そうそう、冷たくなると、なるほど、あのね、冷えますからね。はい、はい、さあ、デヴィ夫人は今も同じよ、積もって雪の中に飛び込んだ、うん、飛び込んでどこ冷ましたんですか。笑顔も上品な感じで優雅さがね、赤い口紅に似合いますよ、ね、その他の方々の予想はこちら。それでは当時55歳おバカな高田の勇姿をご覧あれ。もう途中で死んじゃうかと死んじゃうかと思って、おい勘弁してくれよ。誰か止めてやれよお前、誰か止めてやれよ。自分じゃ出られなくなってる。あんなに潜るとは思わなかった。ということで、雪の中に頭から飛び込んだでした。それでは再び VTR へ。なりふり構わずお下劣な行動を取ってきた高田をご覧あれ。俺もすごいタイプなのよ。おう、なんか、なんでマネージャーの方が美味しいんだよ。お前、相手してろじゃん、もう私はいい。ほら、ほら、飯島もう、すねちゃった。すねるよ。女としてこういうのがあるからね。そうそう、嫉妬があるの、嫉妬。嫉妬があるんだよね。やっぱりね、均等に構ってくんないと。うん、怒るときってやっぱこう、乳首立つ。ガッと怒るときは。純ちゃん、歯ブラシ。あ、いただき、僕は。いいよ、そんなにか、いいですよ。じじ、カバーついてる。どうも硬い歯ブラシだな。最近このお家はご購入されて、はい、自分に私プレゼントしたの。下駄箱からまずですね、あのちょっと、ここ下駄箱じゃないんですか。下駄箱、あ、こちら。じゃあちょっと僕この辺でパワーアップさせていただいてよろしいでしょうか、ね、いいですよ、そんな、すいません。そういうことやめろって言ってるでしょ。ここで愛情度チェック。高田の行動にご注目。じゃあちょっと引っ張ってください。はい、引っ張ってください。早く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 引っ張ってください。早く。お下劣極まりない高田、この後取った行動とは。この後何、どんなことが起こったか。起こったかね、バスの中移動中というね、この密室の中で。はい、じゃあ島崎和歌子ちゃんから出していただきましょう。どうぞ。指を加えさせた。加えさせた。加えさせた。誰に。いい言葉ですね。優香ちゃんに。優香ちゃん。加えさせた、指でいいんですか、加えたのは。どっちでもいいんですけど。島崎さん、はい、もう少しやる気出してもらっていいですか。投げやりですね、ちょっとね。投げやりです。はい、じゃあ杉本彩さん、という言葉。おならをした。これ結構する人いますよね。あ、よくな、指引っ張って。はい、で、私変なこと書いちゃったわ。乳首を引っ張って。ケイさん、どうしたの。ゆうかちゃんの、ゆうかちゃんの乳首は。そんなおいしいことはない。もう少し気になる回答をお願いいたします。その他の方々の予想はこちら。どれを見てもお下劣。それではチャンネルを変えずに続きをご覧ください。ちょっと引っ張ってください。はい、引っ張ってください。早く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 引っ張ってください。早く。あ、ごめん、ありがとうございます。期待に応えた高田、思いっきりおならをしたでした。しかもこの今の音が後で SNS つけた音は生音です。生音、字が出てる時はね、音が鈍いんですよ。字が出てない時はプーッと切れば、お尻の穴がちょっと開いちゃってるからね。そんなわけで、親父たちのご乱行も今夜まで。これまでこんなバカな3人を応援してくれて本当にありがとうございました。